ありがとうございます。ハングルノートの加藤です。なんと、6月1日から韓国への観光旅行が可能になりました。いや、本当に嬉しい。ようやくですね。ようやく。5月の下旬に発表されてから、もう皆さん、韓国旅行の準備をされている方もいらっしゃるとは思うのですが、今回、ハングルノートの YouTube でもご紹介していきたいと思います。いや、発表された当時はね、情報が錯綜してて、何が正しいのか、どうやって申請すればいいのかってすごく悩んだ方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、今回無事に6月1日を迎えて、韓国旅行のビザの申請方法などがまとまってきましたので、今回ご紹介したいと思います。もう必要な書類はざっといろいろあるんですけど、領事館によっても必要な書類がちょっとばらつきがあるみたいなので、これはもうご自身が住まれている領事館のサイトなどを見て確認するのが一番確実です。で、僕が韓国へ留学ビザを申請する時も、情報が本当に錯綜してて、どの情報が正しいのかわからないので、領事館に電話して確認することもちょっとあったりしたんですけど、領事館もそういった電話対応などですごくバタバタしてて、なかなか繋がらなかったりとか、正確な回答がいただけない場合もあったりするので、もうこれは実際に申請が終わった方とか、そういった方の情報を確認するのが一番確実だと思います。なかなかそういう人を探すのも大変だとは思うんですけど、ネットには情報がたくさん溢れておりますので、正しい情報を精査して確認してみてください。ざっと説明すると、まず絶対に必要なのは航空券の予約ですね。ちゃんと航空券を予約しなければならないので、事前に航空券を予約して準備しておく必要があります。しかも領事館によっては3週間とか1ヶ月間、ビザの発行に時間がかかる可能性があるので、余裕を持って申請する必要があります。そしてこれは領事館によっても情報が変わるのですが、ホテルの予約ですね。どの宿泊施設に泊まるかもちゃんと事前に報告する必要があるみたいです。そしてパスポートも有効期限がちゃんと6ヶ月以上残っているものを準備しておいてください。もうすぐ期限が切れそうな僕みたいな人はですね、事前にビザを更新しておきましょう。そして短期ビザ、韓国旅行のためのビザの申請書に記入を終えたら、ご自身が住まわれている近くの領事館や大使館に行って申請してきてください。で、その申請に時間がどうしてもかかってしまうので、来月や再来月、ちょっと先のことを見据えて申請する必要があると思います。どうしても今まで韓国に行けなかった方々がざっと押し寄せて、領事館の方や大使館の方がとても大変な思いをされていると思いますので、本当に時間はかかってしまうと思います。そしてビザが降りたら、もう韓国に行く準備をして韓国旅行楽しんできてください。そしてワクチンを打ってない方も申請はできるんですけど、韓国に入国した時、日本に帰ってきた時、どうしても隔離が必要になってしまうので、そちらはちゃんと把握しておいてください。ワクチンを3回接種した方は韓国でも日本でも隔離がありませんので、もうその日から行動することが可能です。なので、ワクチン接種した証明書をちゃんと用意しておいてください。ただ韓国旅行に行けたとしても、前みたいに全て自由にというわけではなく、韓国に入国してから3日以内に PCR 検査を受けなければなりません。インチョン空港でしたら入国者用の PCR 検査場が用意されてますので、すぐそこで検査することもできますし、韓国国内の病院で検査することも可能です。ただ韓国旅行を終えて帰国する際にも PCR 検査を受けなければなりませんので、長期間滞在される方はどうしても PCR 検査は2回受けなければなりません。こういった形で以前とは違い、ちゃんと自分がコロナに感染してないかっていう確認が日本でも韓国でも必要になってくるので、今韓国旅行に行くのはちょっと大変な思いをされるかもしれません。僕の YouTube の視聴者様たちも、今の時期の韓国旅行は控えている方もたくさんいらっしゃいました。やっぱりそこにはリスクが一つあるんですよね。そのリスクというのがコロナ感染。コロナにかかってしまった場合、本当に大変な思いをします。もちろん自分の体が大変な思いするのは当然なんですけど、韓国で感染した場合、7日間の隔離が必要になります。なので、その間日本に帰国することもできないし、韓国旅行を楽しむこともできなくなってしまいます。なので、7日間分のホテル代だったり食費代だったり、余計な予算が必要になってきます。さらに日本に帰ってきた時も、もし空港で陽性反応が出てしまった場合、日本での隔離が必要になってきます。さらに自分はコロナに感染してなくても、
濃厚接触者になってしまっただけでも日本では隔離が必要になります。なのでもしコロナに感染してしまった場合を予測して韓国旅行を計画する必要があると思います。はい、というわけで無事韓国旅行行けるように今はなったんですけど、まだまだリスクが大変多い韓国旅行になってしまいますので、もし韓国旅行を計画されている方は十分にそのリスクを考えて計画を立てるようにしてみてください。そんな僕もですね、韓国旅行には行きたいと思っておりますので、まだ具体的な計画は立ててはないんですけど、自分の仕事だったり用事が落ち着いてからゆっくり考えて申請したいと思っております。まだまだ6月中にも内容が変わる可能性がある状況ですので、その都度韓国大使館領事館のサイトを見て確認したり、ニュースなどをチェックしてその都度対応する必要があると思います。早くねそういうことを考えずに前みたいに自由に韓国旅行を楽しめるように早くなってほしいですね。それでは今日もハングルノートを見ていただきありがとうございました。ハングルノートではこういった韓国情報をどんどんご紹介していきたいと思っておりますので、よかったと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあね。